ハーボーン駅はかつてイングランドにあった鉄道駅でハーボーン鉄道によって建設されロンドンノースウェスタン鉄道によって1874年から運用されていた旅客用施設の他に貨物用の建屋と側線があったこの駅はハーボーン鉄道の終点であり利用券はバーミンガムのハーボーン地域で駅はステーションロードから少し入ったところに位置していた この路線は20年にわたって、管在人の管理下にあったが、その間、平日に運行される便数は6本から増やされ、1897年には20本になり、1910年には29本になった。この路線はもともと単線で、方防駅には交換線があり、その終端には、転車台が設けられていた。開業当初は、プラットフォームは一面一線のみであったが、 1901年に交換線側にもプラットフォームが設けられた。しかし、このプラットフォームはバーミンガムコーポレーショントラムウェイズによる路面電車路線の導入以降はほとんど利用されなくなり、1911年には貨物の建屋に置き換えられた。プラットフォームには連絡橋もあったが、これは住宅地に直接つながっていた。1923年、ハーボーン鉄道は、 1921年鉄道法に基づく鉄道会社のグループ化によってロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道の一部となった。この駅は1934年に廃止されたが、貨物の取り扱いは1963年まで続いた。この路線は1963年11月4日をもって完全に廃止されたが、これを記念して、 スチーブンソン蒸気機関車協会が仕立てた最後の列車が運行された。今日では跡地にも駅があった痕跡は全く残っていない。駅の敷地跡には住宅や業務施設などが建てられている。ありがとうございます。